をときめくレーサー谷口くん。我がビデオオプションの倉庫に彼に似た人の映像があった。一体これ誰？彼の眉毛の半分はどこ行っちゃったの？我々はなぜかパイナップルをイメージしてしまった。そして42番谷口くん。86でドリフトしたら俺が一番と自慢していた時代だ。でも今見ると大したことはないよね。この谷口はね、アウトインアウトで決めてる。サイドの使い方うまい。谷口うまい。銀太郎95。突然ですが、我々は当時夜の峠で行われていた暴走族の生々しい映像を入手した。そこになんと意外な人物が。邪魔しちちょっと早く山で上げてくれ。彼のプライバシーを保護するため音声を変えてあります。どうやらこの映像は暴走族専門誌のビデオ版に収録してあったものらしい。彼が駆る改造車両はその雑誌社を経営する渋谷区に在住の謎の男のものらしい。若者たちが生き生きと暴走している。これはまさに平和日本を象徴する素晴らしい映像だ。楽しいですね。やっぱりギャラリーもいっぱいいるし、やっぱり山は越えなくちゃいけないですよね。シャッターが見えるようにして、これそう撮ったりするとね、罪になるやないの。ね、突撃隣のドリフトステージ。ところ変わって北海道で行われた自動車メーカー主催のレーシングスクール。そこにパイナップルはいた。このまままず最後これで。もう一人受講していたのはなんと泉だ。そして残念なことに講師は今世紀最大の運搬男。持ってってください。さあ天狗の谷口。まあまあですね。そして調子に乗ったパイナップルは名門トムスレーシングのオーディションに。走りはまあまあだったが、自分が一番速いと思ってるところに人間性に問題ありとの評価をいただく。レースの世界は人付き合いが基本と身に染みった。ああ疲れた。最初止まんないなと思って、スコーラーがあんま突っ込めなくて。やっぱりここを選択しましたね。ノムケンの館ですぞ。まずはビデオオプション初登場のシーンから。名前は野村健。さあ野村健に愛の手を。おー、インついてる、インついてる。すごいよ。綺麗。当時九州からここ山梨まで遠征してきた野村健チーム。この時九州のドリフトのレベルの高さを思い知らされた。綺麗。うまい。インタコ100点。やったね、お母さん。野村、お母さんに一言。愛してるぜ。お返しは？お父さんにお返しは？ドリキンの妙にエッチな質問をよそに、ノムケンは優勝してしまった。これは意外と知られていない事実。ノムケンは昔からドリフトがうまかったのだ。これはノムケンの私生活を捉えた貴重な映像。今は大人のおもちゃを専門に販売しているバラエティショップを経営するが、昔は固い仕事もしていた。ね、今日は2つ現場があって、空港と天神の中央ビルですね。ドリフトブーム真っ盛り。エンスレンやドリシャでごった返す九州の峠。ノムケンはここを仕切っていた。時には70代にも及ぶ団体ドリフトになる盛況ぶり。無線を使って自分たちで交通整理をしながら走っていたらしい。ここはロサンゼルス。市街地ドリフトはアメリカでもご法度だった。日本国内同様、白黒のペースカーを見るとついついアクセルを強く踏んでしまうノムケン。
煙の出が足らんやったでしたした。一方雲が来れば見ていただけましたでしょうか。あれで逃げることができました。本名栃木よしのりさん、本人に会ったらいきなり栃木さん全然なまってませんよと言ってあげてください。Kスタイル with ラピッド。これはKスタイルの連中がまだ団結していた時代のワンシーンです。今も仲いいですけどアリっぽい。あ、名前は、うん、あ、小口って言います。小口くんの車はどれですか。赤い方です。赤い。この頃から車作りが人とは違っていた小口、あげくは緑色の化け物を作ってしまうことになる、うん、まあ結構それなりにでもいい。Kスタイルウィズラピッドから31番小口。早い。皆さんトップ車冗談だけで来ましたね。ほらうまいな。99栄えある優勝はKスタイルウィズラピッドの小口よしのり。ありがとうございます。意外と間に合う受けするのがこの男、自称予選落ち。5番湯浅亮太くん。これなんだよこのフロントローって。あれ綴り間違えてますか。いいんだよ四国だから。いいんだ四国のレベルなんてこんなもんかよ。お前 ねこの中で一番うまいのはリーダーなの。彼です。四国出身の彼は地元名物うどんを食べて育った。だが一番うまいのは日本中で売っているカトキシの冷凍うどんだという。112キロ出ましたね。112キロ。早いですね。112キロ。ここまとめましたね、はい、これいいですよ。奥目にクリップ取りましたね。いいですねいいですねいいですね。銀タコ90。それでは日本一決定戦やろうども行ってみるぞ。ゆりちゃんの大好きな4台です。花びらドリフト、フラワードリフト、フラワードリフト、勝手につけるな。すごいですね、この意味で。彼の得意技は意外にも団体技だった。謎のフラワードリフトのことは今は誰にも語らない。きっと恥ずかしい過去だと思っているんでしょう。フロントローのフラワードリフト出ましたか。ヒュー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